ですわね。どうしてそれを？え？まあ、ドクターったら。驚かさないでくださいね。それでお花畑なんですけど、一緒に行ってくれます？行きましょう。いいから早く早く早く行かないといろいろと大変なの。どうしてそんなこと聞くの？安心して。
ドクターに隠し事なんてないから。だからね。はい。これが全部お花だなんて信じられない。こんなにいっぱいの花を見たの、私初めてだよ。あのね、前に一度来たことがあるの。でもその日は冬だったから。ここのお花が全部咲いたらどれほど素敵だろうってずっと思ってたんだ。思ってたよりずっと素敵。ドクター本当にありがとお礼を。
ドクター、なんか変ね。何か企んでない？じゃあどうしてそんなに慌ててるのかしら。なんで？下見が見たいなら販売店に行けばいくらでも見られるのに。もちろん本気よ。私男性の気持ちが全然理解できないもん。もちろん知りたいです。ちょっと待ちなさい、ドクター。何か言いたいことがあるならちゃんと聞きたいわ。ダメよ、私が良くないもの。これで終わりなんて許さないんだから。話してくれるまで私ここから動かないもん。これは一体何の真似なの？いきなり人を押し倒して失礼だとは。
そんな。起きたみたいだな。まったく、よりにもよってお嬢様に手を出すとは。もう少しまともなやつだと思っていたんだ。そんなことはもうどうでもいいんだよ。ドクターはここで死ぬんだから。ドクターのおかげでマリアお嬢様はおかしくなっちまった。自分の部屋に閉じこもって誰も近づけようとしないので、こうなったら旦那様もお怒りだ。だからドクターには責任を取ってもらわないと。言い訳なら地獄でするんだな。アバよ、ドクター。